本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 ヤシ OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。皆様、耳を塞がず圧迫感が少ない開放型イヤホンは気に入りませんか？早速紹介していきます。こちらでございます。表、裏、サイド、開けていきます。取説、表面は日本語、タイプ C 充電ケーブル、本体いきます。うわ、キラッキラ。こちらタイプ C 充電ケーブルを差し込むところです。裏側、重さ 9g、 2つ合わせると 19g、 とても軽いです。ケースを含めると 92g。オープン。液晶ディスプレイ今 84% です。表、裏、ではつけていきます。こんな感じです。どうでしょうか？はい、というわけでですね、ほぼつけた感もありません。見た目はザ・シンプル、こちらです。耳にぴったりとフィットします。長時間の装着に最適です。使用について、この開放型イヤホン、普段使いはもちろん、ジムやランニングのお供としてあらゆるシーンで活躍ができます。 IPX なら防塵&防水仕様を備えているため、運動中の汗だけではなく強めの雨にも打たれ強いです。こちらまず単体使用の場合、約8時間使用できます。この本体充電を含めると最大40時間使用することができます。約 1.5 時間で充電完了。ちなみに満充電での最長待機時間は約83時間。オープンイヤー型のメリットとデメリット。この開放型のイヤホン、まず利点としては、こちらつけていても周囲の音が聞こえる。というわけで、例えば歩行中などの安全面の心配が少ないこと、イヤーフック型で落ちにくいところ、そして耳が濡れない、痛みが少ない、そういった部分で長時間使用ができます。デメリットとしては、使用上開放型なので音漏れがしやすく、遮音性は低いです。気になる音質について、こちらイヤホン大口径 16.2mm ドライバーを搭載。低音から高音までのバランスが良く、クリアで立体的な音を楽しめます。サラウンド、ウェーブサウンド、 8D オーディオ処理技術搭載。これらにより音声信号の方向、距離、振動を処理し、リアルなサウンドを楽しむことができます。はい、じゃあですね、早速こちら音質聞いていきたいと思います。まずはセット、 Bluetooth 一旦オフにしてオンにします。 YYK928 ありました、あげます。今こちらのスマホの音声を聞いてます。少し離れてみたいと思います。はい、というわけでですね、さすが Bluetooth 5.4 チップ。この部屋の中ですね、ドアを出て2つ挟んだ奥でもですね、音声全く途切れることはありませんでした。さすが 5.4。 ここですね、小さく凹凸丸い部分があるかと思いますが、ここタッチすることで簡単な操作ができます。例えばこちらをですね、再生に関しては2回タップすると再生が始まります。タッチ感はかなりいいですね。右の方を長押しすると次の動画、左を長押しすると前の動画に変わります。また音量についても3回123押すことによって、音量上げたり下げたりするのを耳で直感的にスマホを触らずタッチだけで操作をすることができます。また電話についても2回タッチすると通話、そして接線、長押しすると通話の拒否をすることができます。オープンイヤー型イヤホン YYK928 いかがだったでしょうか？特徴としてオープンデザインで、最新の Bluetooth 5.4 のチップを搭載、自然な音質体験を味わえる超軽量オープンイヤーイヤホン。商品気になる方はぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。軽すぎるよ。オープンイヤーのメイクオーディオ技術、オーディオ処理技術、内蔵デュアルビームケースMI で3回やると、